赤坂プリンスホテルは、かつて、東京都千代田区清井町で営業していたホテルである。2007年に、グランドプリンスホテル赤坂と改称された後、2011年3月をもって閉鎖された。開業は1955年10月1日で、最終的には、旧館、別館、新館の3棟から構成されていた。赤プリの愛称で知られ、 特に1983年に開業した40階建ての新館は隣接するホテルニューオータニのタワー棟と並んで赤坂見つにそびえバブル時代はトレンディスポットとしても人気を得ていた芸能人やスポーツ選手の結婚式の披露宴会場に使用されたバブル時代にはクリスマスを高級レストランや高級ホテルリゾートで過ごすことが流行しており 赤坂プリンスホテルのクリスマスの宿泊予約も9月末には埋まり、クリスマス明けにチェックアウトした客がその場で翌年分を予約するほどの人気であったという。休館は1930年に完成した、給料を受けを改装したクラシックな建物で、別棟が増築された後には、客室は置かれず、バーやレストラン、結婚式場として利用されていた。2010年4月、 老朽化による競争力低下の予想と保有資産の活用再検討の必要性を理由に翌年3月31日をもって営業を終了することが発表された。その後、2011年3月31日をもってホテル営業を終了した。新館は取り壊された上で複合ビルの東京ガーデンテラス清井町として再開発され、 2016年7月27日に開業。プリンスホテルは同施設にプリンスホテルの最高級ホテルブランドであるザ・プリンス・ギャラリー東京清井町として入居する。旧館は赤坂プリンスクラシックハウスとして移設され同時に開業する。旧館内のバーナポレオンは再開業となった。愛韓帝国の皇太子として生まれ韓国併合後は 日本の皇族に準じた扱いを受けていた、リギンの邸宅として造営された建物を引き継いで1955年、開業した。建物は、鉄筋コンクリート作り2階建ての洋館で、宮内省匠寮の北村構造を、権藤陽吉らが設計し、清水組により施行された。日本の敗戦後にはリギンも、親戚降下したことから、 建物の大部分は参議院議長公邸などとして使用された後、1952年に国土計画工業がこれを取得した。客室35室が整備され、1955年に赤坂プリンスホテルとして開業した。元は四角い中庭を囲む形の建物で、後に西側が撤去されている。デザインはチューダー様式を基調としている。 白い壁と農家主食の木材との対比が落ち着いた印象を与えている。玄関ホールのスクリーン、階段の手すり粉など随所にねじり柱が施されている。談話室などには和風のアジロ天井も用いられている。現在、1階の大食堂はチャペルとして使用されている。2階のレストランは大幅に改装されているが、 寝室や書斎などの内装は、作り付けの調度品も含めて、当初の状態で残され、レストランの個室などに使用されている。1階が、バー、ナポレオンや、結婚式場、2階が、フレンチレストラン、トリアノンなどとなっていた。2011年に、東京都指定有形文化財となり、敷地内で、映化された後修復工事が進められ、2016年に、レストラン、結婚式場、 宴会場を備えた赤坂プリンスクラシックハウスとしてリニューアルをオープンした。2016年にオープンしたレストラン1、バー1、宴会場3、挙式会場を備えた施設。バーの店名、バーナポレオンは1950年の開業時より名前を引き継いでいる。敷地内にある挙式会場にて、キリスト教式、洋装人舞式、和装人舞式から、 それぞれのスタイルに合わせて選べ、敷地内でのガーデン挙式も可能である。一方、パーティールームは、ロイヤルルーム、クラウンルーム、鏡の間の3つから選択することができる。新館、丹下建造設計による超高層ビルで、1983年3月7日に営業を開始した。観光設計により、すべての客室がコーナールームとなっており、客室内には、 エーロサーリネンのデザインしたチューリップチェアやサイドテーブルのほか、スイートルームにはタンゲデザインのソファーも配されていた。客室は761室で1454人の収容が可能であった。開業翌年には第25回 PCS 賞を受賞した。2001年には全面改装が行われていた。タンゲ建造設計のコンベンションセンター。 1997年12月3日開業。地上3階、地下2階建て。1960年10月1日開業。5階建て。別館街、プリンス通りにベーカリーショップ、ブーランジュリー赤坂。2011年3月当時、2、3階は、従業員事務所、更衣室になっていた。2001年7月12日竣工。ホテルの快適さをそのままに。 セントラル冷暖房完備各種取り継ぎサービスを配したデラックスなマンション。2011年3月24日、東京都庁は東京電力福島第一原子力発電所事故で避難した福島県民の受け入れ施設として新館を活用すると発表した。4月9日から6月30日まで福島第一原子力発電所の被災者を受け入れ。 建物の解体は7月以降に行われることとなった。建て替えに伴う地区計画について、東京都の都市計画審議会は2011年7月、緑地の割合を増やすなど周辺環境に配慮されているとして、溶石率を従来の2倍の600%に設定した。これにより、該当地区の建物の高さの上限は180メートルとなり、当時の140メートルから、 大幅に増すことになった。再開発を進める西武ホールディングスは、該当する清井町南地区44,000平米の敷地に2棟の高層ビルを2012年から建設する。1棟は高さ180メートルの複合ビルで、上層に200から300室規模のホテル、中層にオフィス、低層に商業施設を設ける。 もう一棟は高さ120メートルのタワーマンションとなり、100から200個の賃貸住戸となる。旧館については、移築して活用されるという。2016年7月27日、跡地に東京ガーデンテラス清井町が開業した。新館の解体工事は、粉塵や部材の飛散、騒音や振動を最小限に抑える、新工法の テコレップシステムを開発した体制建設が受け負い、西部ホールディングス参加の西部建設も参加する。解体工事は当初2011年9月中から本格的に開始されるとされたが、諸事情により工事開始は遅れて2012年6月から行われた。2012年11月13日、39回と40回の解体作業が終了し、 15本の油圧ジャッキが操作されて建物が6メートル短くする作業が行われた。解体作業は2013年5月頃まで続く予定とされたが最終的には2013年7月6日に解体作業が完了した。これ以前に日本国内で行われた高層建築物の解体工事は清水建設が2007年に実施した東京。 上野のホテルソフィテル東京が最大のものだったが、今回はそれを上回り高層ビルの解体例としては、日本で最高の例となった。旧館は英家による移動が行われた。新館屋上には、日本放送協会が千代田放送会館地内にあった千代田放送所に代わる、予備送信設備を設置していたが、取り壊しに伴い廃止された。閉鎖時期が、 テレビジョン放送の完全デジタル化の時期に近く、かつ東京タワーに代わる送信所となる東京スカイツリーの運用開始は2012年であったため、一時的に予備送信施設がなくなることが危惧されたが、前述の通り解体工事開始が東京スカイツリーの試験運用開始後となったため、その問題は事実上解消した。NHKFM 放送は東京スカイツリーの運用開始後、 東京タワーが予備送信施設としての機能を引き継いだ。ありがとうございます。